器屋さん店長須藤です。今日は直火にかけていい器、そうでない器という質問にお答えします。ネットショップをやっている器屋さんには、僕これ本当にたくさんいただく質問なんですけども、単純にこの食器火にかけてもいいですかという質問があります。これはすごく答えづらいんですよね。本当答えづらい質問で申し訳ないんですが、ですが今日この動画ではこれをたった3つのポイントで見分けちゃうっていうお話をするので、最後まで聞いてくださいね。もう3つのポイント、最初にいっちゃいます。1つ表記、2つ見た目、あくまで3つ目お値段、もうこの3点です。じゃあこの3点をそれぞれ詳しくここからお話していきますので、どうやって本当に実際見極めていくのか、最後まで見てくださいね。きっとお役に立てると思います。はい、それでは3つのポイント、1つ目から。1つ目、表記。表記っていうのは書いてあるよくシール、商品信じシールなんですけど、そんなとこに直火 OK ってほとんど書いてないですから、ごめんなさい。これはいろんな意味でいけないと思うんですけど、私たち業者もほとんど書いてないですから。直火 OK とは書いてなく、書いてないじゃなくて、正確に言うと、直火 OK のものは直火 OK と書いてある。いいですか?もう一度言います。大丈夫です。直火 OK のものは直火 OK と書いてある。もうこれが本当に結論です。申し訳ないです。見分けるためにはそれです。何も書いてない場合は、店員さんに、この食器は直火 OK ですか?って聞くしか、正直ないんですよね。じゃあ具体的にどうなのか。この、飴色グラタン、オーブントースターには使えます。こちらの黒色のグラタン、オーブントースターには使えます。どちらが直火に使える?直火に使えない。わかりますか?いや、僕でも、正直、わかりかねます。実はこちらの黒い方は直火 OK。こちらの飴色の方は直火 OK じゃない。まあ、これ色ではないですよ。色じゃないので注意してくださいね。それは、土の成分とかそういうものが直火 OK かどうかによって普通は決まっております。なので、これを直火にかけたら、すぐにパンと割れるっていうわけではないんですけれども、やはり当然割れるに至るだろうということですし、こちらの方はほぼ割れないであろうということなので、基本的に直火 OK って書いてないものは直火に使えないと思ってください。もう結論の7割ぐらいが今日これなんですね。ですけど、そういうふうに覚えてください。もう一度言います。肝心なことです。直火 OK って書いてないものは基本的に直火に使えない。ただ、例外があります。土鍋等々は直火 OK ってわざわざ書いてないことが多いです。ね、これに関してはもう直火で使うものということ。それから、肝心なことは忘れてました。IH の方。IH の方はまたこれ別基準ですので、IH で OK か OK じゃないかっていうふうに思ってくださいね。まず一つ目、表記の話でした。二つ目、見た目、あくまでっていう話なんですけど、見た目、でですね、大体直火 OK のものって基本的に黒ベースが多いです。黒とかグレーベースが多いです。このボディも、まあ土は黒じゃないですけど、黒で塗ってることが多いです。これ当店で人気のヌードルボールで、直火もやれるし、このままサラダボウルにも使えるし、このままインスタントラーメンにも使えるし、なんならここにちょっと油塗ったら、こう焼き物ってことないですけど、ビビンバぐらいできちゃう人気の器なんですが、これ OK なんですね。まあ実はこの土と同じものを使っております。なんで分かりづらいんですが、黒いものが基本的に直火 OK の可能性が高いっていうことは思ってください。あと、まあ、時々アイボリーですね。黒が大半、アイボリーが少しの見た目です。で、こういった飴色とかそういうものは、直火に使えるものが、
なくはないです。少ないです。非常に今日はデリケートなところ、難しいところを話してますけど、見た目では多分黒、それから若干アイボリー、そしてほんの少しの飴色が直火にかけて OK な器なことが多いです。これもだから聞くしか基本的にないんですよね。申し訳ないんですが聞くしかないです。ついでもう一個最後の話をします。3点目はお値段。値段で分かりやすいですね。まあ、ぶっちゃけこれとこれって大体倍とあります。1.5 倍ぐらい値段が違います。ほぼ大きさ同じ、ほぼ入る量も同じなんですけど、値段が大体ちょっと 1.5 倍ぐらいすると。ちょっとこれはちょっと特殊で、うちが特別に自社で作らせたもので割安感があるんで、ちょっとこれは例外は例外なんですけども、これは割と比較的お安いんですが、こういったものじゃないもんですね。基本的に直火に使えるものは、なんでこんなちっちゃいのにちょっとお高いのっていう思うものが大抵直火 OK って書いてありますから、いや、お値段だけのことはあります。はい、なので、ホームセンターにですね、何回行くと、ホームセンターとかは割と表記が厳しいので、きちんと書いてあるんで、まあ言い方いけないですけど、中国製の直火 OK っていうのが結構売ってたり、外国製の直火 OK で売ってたりするので、まあ、コスト的に厳しい方はそれをご利用なられるのも悪くはないかなっていうふうに思います。それなりの、それぞれの事情がおありでしょうですので。はい、今日は直火にかけていい、この食器火にかけてもいいですかっていう単純な質問から、直火にかけていい器、そうでない器ということについて、ちょっと食器のプロとして分かる範囲でお話をしました。もう一度復習します。1、表記。直火 OK って書いてあるものが直火 OK。書いてないものは使えない。直火には使えないと思っていただいた方がいい。2、見た目。黒、アイボリー、若干の飴色。3、お値段。お値段は、ちょっと高いかなって思うもの。という3ポイントを今日のお話の答えとさせていただきます。今日の話が役に立ったなって思う方は、ぜひ高評価ボタンを押してください。そして質問がある方、ぜひコメントで質問をください。私もお調べして、ちゃんとお答えをいたします。当然ですが、チャンネル登録をしていただくと、これは喜んでしまいます。はい、器屋さん店長須藤慎一郎がご用意した器屋さんチャンネル、今日はここまでしたいと思います。じゃあまたね。